どうもこんばんはあみずにゃんでーす。どうもー。えー、潮ひがりおじさんこと、みずにゃんです。どうも。はい。今日はあの、一日潮ひがりやってきて、もう顔めちゃくちゃ赤かった。でね、さっきね、あの、ジョーブログと、あの、亀田ダコ試合してたんだけど、ジョー、すごかったなー。うん。 いやあれ判定まで持ち込んでたら、ワンチャンあのカメダアウトだったんじゃない <laughs> 正直。カメダだってさ、反則してたじゃん。クリンチ状態入って、で、ブレイクの後にさ、ボディーブローやってたからさ。ね。カメダがあそこまでやるっていうことは、やっぱジョーブログすごかったね。うん。 そういやあれ正直いやホストはあの瞬殺だったねうんまあでもねあのやっぱりこの試合に出てるっていうだけでもなんだかんだすごいんだよまあ俺たちはさ見てる側だから好き勝手やっぱり言えるけどねやっぱここのす試合に出てるのはすごいんだよほんとそういう風うに思ううん ただね、禁断うるさかった。<laughs> 禁断マジでうるせえ、あいつは。<laughs> まあ、ボクシングって基本的にね、あの、ヤジ飛ばすもんだからさ。まあ、ああいうヤジはしゃあないんだけど、なんか。うん。あ、そうそう。あの、KO でしか勝敗決まらないらしいね。で、俺最初さ、あのー、家に帰ってくる途中で、アベマ TV 見てたんだよ。 でそしたらさ、あの、アベマ t v 急にあのサーバー落ちて、あの、全然見れなかったんだよね。で、えって、ホスト対、え、亀田光輝どうなったのって思いながら、ずーっとこうなんか自転車こぎながらさ、あの、アベマ更新してたんだけど、全然つながらないんだよ。で、会場に行った人がさ、そのー、まあ、亀田光輝 VS そのホストの動画上げてて、で、あの、 <laughs> ホストはね、あの、ボディーブローで、うん、ボディーブローで倒されてたね。でも、ジョーブログだって、あれがあれだけさ、カメダのさ、ボディーブローを下ってで、よくなんか耐えられたよね。うん、3ラウンドまで行ったのもすごいよ、やっぱり、俺は。結果、こう、テレビでやればよかったのに、いや、まあ、アベマ t v の担当者は多分、あれじゃない始末症じゃない俺の予想だと。 YouTube も ABEMATV も両方落ちてたからね。いやー、上ブログ見直したというか、まあ、ーブログはあの見直したね。いや、もちろんなんかそのカメダが本気出してると思わないけど、うん、カメダが本気出してると思わないけどさ。でも、一応カメダ世界チャンピオンで、で、本気出してたら、まあ、ね、 うん、はってなるしね多少なんかその手抜くぐらいでまあやってくれたけどでもねえ上、まあ、ブログでも本気であの動画だから上ブログ本気であのボクシング始めたらまあそこそこなんか戦えるんじゃない、まあ、戦えるっていうか、まあ、別に亀田航基とガチであの戦えると思わないけどでもそこら辺のなんかボクサーとはやれそうじゃないうん あれは好感度が上がる。あれはめちゃくちゃ好感度上がるよ。うん。だからま、あそのさ、亀田ダコのさ、ボクシンググローブはちょっとちっちゃかったよ。で、多分ジョーブログのね、まあ、ボクシンググローブ確か16オンスぐらいのやつだね。あれは。で、ジョ、カメダは何オンスのやつなんだろうね。だからそこら辺でちゃんとハンデはつけてあるんだよ。だからそこは多分合わせてあるんだろうね。ちゃんとそういうなんかあの、ボクサーの、まあ、プロボクサーの人とかがちゃんと、 まあ、自分の経験とかに基づいて、どれぐらいハンデつけたらいいか、みたいな。あ、カメダ10オンスなんだ。え、上ブログ14オンスなのあれ。十あ、カメダ13オンスなんだ。う、えー、上ブログいくつだったの俺16ぐらいかなと思ったけど。 見た感じ。いや、まだ総長はね、第4戦目じゃない。次多分高校教師じゃないかな。ま、あ高校教師なんかすぐ終わりそうだよね。うん。そう。でもなんかこう、竹井翔の、あ、竹井のさ、あの、解説がうまくて、見入ってしまった。かなり。 少し日焼けしましたね。少し日焼けしてきました。今日あの会、まあ今日ね、あの潮干狩りおじさんだったんで。<laughs> 潮干狩りおじさんだったんで。早朝秒で終わったら受ける。いや、早朝ね、どうなんだろう。でもホストがね、早すぎ。<laughs> ホストがクソ早すぎ。 ホストもうちょっと粘って欲しかったね。なんか <laughs>、俺結構ホスト期待してたんだけどさ、なんかホストのさ、パンチがさ、なんか、猫パンチみたいじゃなかった。もう動画、いや動画見たんだけど、なんかホストのパンチがさ、なんかもうすごい、なんか猫パンチで、なんか防戦一方だったわけよ、ずっと <laughs>。うん。 そう。<laughs> あれひどかったよね。でも、ジョーのなんか、ジョーはさ、あ、でもちょっとガード途中で下がってたよね、ジョーね。うん。途中でこう、ジョーのこう、ガードが下がった時に、あ、ちょっとこれ大丈夫かなと思ってたけど、まあでもそんなことはなかったね。やっぱだからこう、こういうのって、まあ少しでもこう、なんか経験がある方が、まあ戦いやすいんだろうね。きっと。 YouTube 止まった。YouTube 止まったね。今、同時にあの見てるけどさ。だから、皆さんも YouTubeLive か ABEMATV で見ながら、あの僕のツイキャスを楽しみにしてもらえたらと思いますけどね。見てもらえたらと思いますけど。あ、解読、解読のね、心配があったから、あのキャッチリリースをしてきた。 でもそんなにね、あのー、貝殻取れなかったよ。アサリもそんなに取れなかったし、あとなんかカキもそんなに取れなかったし、うん。あと何が取れたかなあとなんかこう、岩壁のところにね、結構カニがね、あの、張り付いてて、で、カニを取ったりとかして遊んでた。ほら、すごい赤いでしょ、これ。うん。 食べないのいや解読の心配があったから食えなかった真っ赤っかでしょ YO 水谷にゃん来たよどうもいらっしゃい YouTube は頑張っただけど安倍 e は何批判の嵐日焼け止めちゃんと塗った日焼け止めね塗ってないもうあの薬気満々だったからそう <laughs> でもなんか潮がね、満ちるのめちゃくちゃ早かったんだよ。うん。そう、潮が満ちるの早すぎてさ、で、夕方のね、3時半ぐらいにはさ、結構なんか、あのー、潮がさこ、こう来てて、で、大変だった。多分ね、今日すごいだろうね。 髪の毛洗ったらもうなんか、あのー、すごいかも、ガシャガシャかもしれない、今日。お風呂痛いやつ、お風呂痛いやつかなー。若干だってね、あの、皮がむけてるわけじゃないんだけどさ。うん。え、誰と行ったのあの、神神城の仲間たちと行った。あの、芦屋の方に行った。芦屋浜の方に。そう、楽しかった、マジ。 かなり楽しかった。もう一日潮干狩りおじさん堪能したからさ、満足。<laughs> 止まってるんだけどさ、YouTube ライブ。<laughs> ふざけてんだろ、YouTube ライブさ。そう、ジョーかっこいいね。今日ジョーかっこよかったね。あ、今動いた YouTube ライブ。あ、ま、あ2戦目のあの、ハイライトみたいな感じのやってるのか。 これさ、試合始まるまでにさ、長くないか俺、今日のあの7時ぐらいにさ、あの、放送開始で、試合が始まったの8時だぞ。<laughs> 俺、ずーっとなんか、あのー、亀田のさ、トレーニング風景とか、あの、ホストのさ、なんかホストが、あの、シャンパンコール、ウェイウェイとかいうやってるやつをさ、1時間ぐらいその見せられて、俺何やってんだろうって気分になったからね。 だ試合までなんかそのさ、早くなんかしてほしいね。うん。そう、放送開始は6時からか。だか俺7時から見たんだよね。あ、試合始まるときは始まるって言って、まだね、今ね、アツシと、これ誰だろう市川みおりこれ、アイドルか誰かかな女の子が話をしてるよ。今、アベマのサーバーがそう KO された。第1戦目ね、始まる前に、始まったか。 始まってすぐにあの ABEMATV が速攻で KO されたっていうオチ <laughs> だからあのもう Twitter で見たらさあーちょっと待って ABEMATV のサーバーが KO されたぞみたいなめちゃくちゃタイムライン流れてさでどうなったんやろうみたいなだからさまああれだよなせっかくさ ABEMATV のさ目玉企画なのにさこういう時にね サーバーが落ちるってどういうこっちゃって話よ。ほんと。ねこれだってあのテレビの企画なんだからさ、別にこれなんか入場してる人にこうお金取ってさ、入場してる人からこうお金取ってさ、まやってるわけじゃないわけだしね。え、これ第3戦目誰だろうね。でもまあ、亀カメダもカメダでやっぱ強いね。1年以上ブランクがあるけどさ、すげえわ、カメダ撃も。 てかかなんか亀田光輝めちゃくちゃなんか盛り上げ上手だよね思ったけど <laughs> いやーすごいなんかボクシングってあの頭使う競技なんだなって思ったねうんいやー頭使う競技だよあれはで頭使うからこそさあのー、とりあえずあのパンチ出させるんでしょで相手のこうスタミナ奪ってからで後半で構成かけるわけだからさ すごいよな、亀田。うん、やっぱ世界チャンピオンだね。しかも亀田余裕そうだしね、全然。見てる感じさ。あ、高校教師が来たね、第3戦目。え、水木はね、今日何時に帰ってきたの俺、今日何時に帰ってきたって。今日はね、 8時ちょっと過ぎぐらいに家に着いた。え、格闘技わからん、レッドベン系が何言うとるの俺格闘技結構好きだからね。プロレスとか俺大好きだもん。ボクシングも見るし、競馬も見るし、総合格闘技も暇があれば見るよ、俺。ちゃんと。まあ、実践経験ってか、まあ、経験はないけどね。うん。 あ、新日も、昔の新日も前日も見てたし、あと WWE とかも見てるし、たまーにあの大日本プロレスとか、あと道のくとかも結構見る、暇な時があれば。え、どこの団体が好きいや、プロレスでどこの団体が好きって言われると俺はやっぱ WWE が好きなんだよね。だ新日、前日よりもやっぱさ、アメリカプロレスはさ、綺麗じゃん、技が。 だからあの見応えが超あるんだよね、ああいうの。うん。え高山、頚椎損傷したの知ってるよ。あ、ザ・ロックじゃなくて、俺はね、あのー、アンダーテイカーとジョン・シナが好き。 そういうなんかね、好きだね。<laughs> アンダーテイカーかっこいいよね。で、昔はね、ハルク・ホーガン好きだったの。すごく。ハルク・ホーガンとね、あとね、ランディ・サテージっていう、ハルク・ホーガンと、まあ、二強だったね、選手がいるんだよ。で、その選手がすごく好きだったね。AJ スタイルズはね、 最近なんか新日見てないからね、AJ スタイルズどんな感じかわかんないね。だ俺が一番好きだったのはね、10年ぐらい前の WWE だから <coughs>。10年ぐらい前の。ランディー・オートンが好き。あ、ランディー・オートンね。ランディー・オートンなんかあれだよね。なんかこう筋肉すごいよね。 スタイルいいし、筋肉いいし。え、アンダーテイカーは何え、引退したのえあ、そうか、なんかレッスンマニアで負けた引退だったっけ確か。アルティメットウォーリアー、懐かしいな。アルティメットウォーリアーって、あれ、2、30年前じゃないっけ ?2、30年前のアメリカンプロレスじゃない。まあベノアは死んだな。クリス・ベノアうん。 あ、AJ スタイレス WWE なんだこの高校教師どうなるかなちょっとでもやっぱなんかそのボクシング経験がスポーツ経験があってもさあのボクシング経験がないとこれ厳しいんじゃないカメラと戦うのね多分さ <laughs> そう、ボクシング経験がないと、多分厳しい気がするね。これ。こう自転車の何自転車競技、競輪やってる人なんだ。この高校教師って。そう、体力あっても殴れなきゃ意味がないし、あとさ、やっぱりこう、耐えなきゃいけないわけじゃん。殴られてもさ。 こう耐えなきゃいけないわけだから、そう、だそれに耐えられるかどうかだよね、結局。だからまあまあ、昔はいたけどさ、あの、首をさ、あの鍛えてる選手とかいたんだよ、昔は。今は、あの、首を鍛えてる選手、まあ少ししかいないけどさ、だから殴られても、こう衝撃をこう首で受けられるように。 だからその首の筋肉を鍛えるトレーニングとかしてたんだよね。そう。あの、首ブリッジかなんか忘れたけどね、前なんかその見たんだよ。テレビでその練習を。あーでも階級が違うのか。亀だと。亀だと16キロぐらい違うのか。ってことは、 あれか。この先生。パンチが重たいのか。多分いやー、でも16キロ違ってもさ、カメダだったら別にこう、パンチ、重いパンチ受けても、全然な気がするんだけどな。うん。あ、当たれ、当たればワンチャンあるかなって。まあ、当たればワンチャンあるけど、カメダだからね。相手。 亀田だってこう負けそうだったらさちょっと多少はこう本気出していくでしょう、うんまあもちろんその亀田も亀田であのー、対戦相手の研究はしてるだろうしねそう <laughs> でもなんかその亀田反則してきそうだよね <laughs> 普通に <laughs> 困っ,たらなん困ったらなんか反則しをうかた <laughs> <laughs>。が出てくる足を使えば余裕。こう突如、K1 ルールに変更とかね。いやー。 父親がいないが父親なんか後ろの方に座ってなかったっけそういえば総長元はキックボクサーらしいよあーでもさ総長元キックボクサーでも結局なんかその足がさまあ得意な選手だったら意味がないじゃん結局だからキックボクシングって足も使えちゃうからさだからあのー、足が得意な選手とこうパンチが得意な選手に分かれるんだよね で足が得意だと、普通のボクシングルールだと若干不利。っていう傾向はありがちなんだよ。総長、アウトサイダーにいそう。アウトサイダーね、うん、いそうだね。あ、そろそろ始まりそう。あ、プロは足を使えば余裕ってことを言いたかったってこといやー、始まるねー。 俺、え、ミズニャンなんで出ないのミズニャンなんで出ないの <laughs> いやいやいや、俺はあの、ボクシング経験素人だし、あの、体がこれだからね、出れるわけがないじゃん。カメラのパンチさ、ちょっとこう、軽ーくポーンって受けただけでも、下手したら脳震盪を倒せそうだよ。うん。脳震盪を受けて、うわーってなりそうだもん。やれない、ど出れるわけないじゃん、そんなの。 俺、あくまでだから、部外者で、ただヤジ飛ばしたりとかするわけ。下手したらマジで死ぬよ。ほんと。うん。だってさ、あの、脳にダメージ受けるんだよ。なボクシングの選手ってさ、あの、引退した後によくあの、脳にダメージ受けて、バカになる人多いんだから。 <laughs> パンチドランカーって言って。嫌だよ、それはさすがに。いや、具志堅陽子はもともとアホだったと思うんだけど、でも、あの、ボケたりとかする人いるんだよ。で、それがしかも、あの、何十年経って、じわ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 とね、脳を、あの、蝕むんだよ。ほんとに。だから、そういうスポーツやからね、やりたくないね。俺は。うん。 絶対嫌だよ。そんなボクシングとかやりたくないわ。でもなんかそのね、このね、ジョーブログと、あの、亀田光希の試合を見て、ま、あでもなんか練習はしたいなと思った。ちょっと。な、どっかこう、なんかジムとかにさ、行って、で、軽くなんかこう練習とか、今さ、ダイエットとかでさ、女の子があのよくジムに通ってたりするじゃん。その程度でさ、やりたいなと思ったね。面白そうだし。 そう、わかる。なんか意味もなくこうシャドーボクシングしちゃうんだよこんな感じでいやーどうなるかねー高校教師は水には運動経験ある水には運動経験は僕はねテニスとハンドボールぐらいだねだから体でもうな体と体をぶつけ合うのはハンドボールしかやったことないわ俺の場合は 前置き長いから、このアベマ TV は。長すぎる、ちょっと。ね。長くないアベマ TV のさ、この前置き。一試合にどんだけ時間かかってんのって話よ。いやカメラ休憩いらないでしょ。それぐらいハンデつけるよって話だよ。そんな <laughs>。大丈夫だろ、そんなさあ。僕ハンドボブルやってた時は、右45度。 やってた。右45でやってた。ホストが早く負けすぎたから。いや、ホストが早く負けすぎって言うよりも、まあ、あ多分、そのね、この番組4試合しかできないし、で、そのためにこう、なんか、時間をさ、かけていくんじゃないの。うん。尺取りにし、また上ブログが出てきましたね。 そしたらこう後の人有利になっちゃうじゃん。だからあの4人がかりでカメダ倒すみたいなさ。できるじゃん。正直。<laughs> だからあのホストがあの早く負けたからジョー・ブログがあの3ラウンド粘ってでその後にみたいな4人がかりで1000万取るってそしたらもう250万ずつじゃん。ねこれいいよね。 みずにゃん今度 YouTube にその番組あげていやーすごいなーこれはこんばんはお茶の湯げしますどうもありがとうございますどうもみずにゃん少し色抜けていい感じの髪色ですねありがとうございます いやいい勝負してんなでも竹井壮にこう気に入られてる。でも竹井壮の解説はうまいよね。もう今日のあの番組見てて思うけどさ。もうでもすごいな。解説者当ててたよね。あの、ジョーブログが3ラウンドまで持つみたいなの。竹井壮も当ててたし、竹原も当ててたからね。 やっぱ見る目あるね。こういう人たち。すげえわ。次だって俺上ブログ多分1ラウンドで終わるかなと思ったもん。カメラ一応世界チャンピオンだし。うん。でもさ、ね3ラウンドまで行くって。うわあ、全然予想つかなかった。こんばんは、ミズニャン。はじめまして。どうもいらっしゃい。どうも仲良くしてください。どうも。YouTube から来ました。こんばんは。どうもいらっしゃい。 いや、俺、見たかったな、この会場で。超見たかった、この会場で。うん。ジョーの登録者、今日だけで3万人増えたよ。いや、そりゃあ、それだけの活躍をした見返りでしょ。 だってそれだけのさあの活躍をして3万人でいう増えるのもなんかちょっと少なすぎだと思うけどね俺はねもっと増えていいと思うもんだってこんだけ何十万人もさあの見てるんだからねまだ増えてもいいと思うのにそう <coughs> えこの件について YouTube 出すの出しますこの件について YouTube まあ亀田の方が4オンス小さいグローブ使ってるさ、それもさっき話したけど、まあいいハンデじゃない、4オンスで。だから亀田負けそうだったらさ、亀田負けそうだったら、あのー、本気出せばいいんだから。<laughs> 死なないレベルで本気出せばいいんだからさ。いや、でもこれ第4戦目が大変そうだね。 これね、まあ、第1戦目で、あのー、ちょっと、まあ、軽ーくやって、で、第2戦目で、まあ、ちょっと、よ、まあ、あのー、まあ、ちょっとさ、パワー上げてやって、で、第3戦目、第4戦目ぐらいになったら、こう、もう、カメラもまた動きが違うんだろうね。そういう気がするわ。 でもこれあのカメもジョーブログも両方称えられるべきでしょ、うこの試合。絶対。俺だってこんなことできないもん。無理だもん <laughs>。無理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 。うん。世界チャンピオンとあの、ボクシングするっていうだけで、俺だったら逃げたくなるもん。逃げるもん、俺は。 <laughs> でも審判もいいところで止めたよね。うん。実際。いや、あれ以上ね、あのー、続けてたら、多分ジョーブログ相当やばかったから、本当にベストタイミングで止めたっていう気がする。え、ジョーには1000万得ていいよね。いやー、100万ぐらい得ていいんじゃないファイトマネーとして。 ホストは0円で、ジョーには100万円ファイトマネーあげればいいんだよ。でもこれあのカメダのね、ファイトマネーいくらぐらいなんだろうね今回。うん。1000万とか出てんのかな <laughs> 実際これファイトマネー出てるから、カメダも出て,出てきたんだろうしね。ホスト0円、ジョーブログ100万円ぐらいで。 ファイトマネ良くないで、亀田のファイトマネーがいくらか分かんないよね。うん。で、それぐらいのレベルやしな。亀田2000ぐらいは出てそう。え、でも亀田って引退試合、ファイトマネーいくら出たんだっけなんか昔ネットの記事に書いてあったはずなんだけどね。相当の額もらってたはずだよ。 まあ、だって、世界チャンピオンだからね、それぐらい出すでしょう。うん。いやあ、あー、いいですね。高校教師、真面目でなんかいい感じですね。雰囲気すごくいいですね。高校教師の人。なんか稀にいるなんかこう、サラリーマンファイターみたいなさ。なそういう感じだよね。俺ね、総合格闘技で思い出したけどさ、俺あの人好きだったんだよ。 k ワ1であの昔よく出てたさあのフリーターの格闘家いるじゃんあのとところ、ころだところあの人好きだったとこひ秀おそうめちゃくちゃ好きだったねアルバイトしながら総合格闘技やってる人すげえ感じよかったからさ で、しかも強いんだよ。それが。<laughs> そう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 。清掃のアルバイトやりながら、あの、総合格闘技やって、めちゃくちゃ強かったんだよ。めっちゃ好きだったな、あの人。うん。もう応援したもん。これ、柴田さんが出てたら、どうなるかな。これ柴田さんが出てたら、これ、どうなるのかなって思ったけど、 柴田さんが出てもやっぱここまでやれないでしょ女王ぐらいに。い柴田さんプロレスの人だからさ。だらプロレストボクシングってあのまた違うじゃんなんか。昔ね、あの新日本プロレスでさ、あの橋本真也と、あの小川直也がライバル関係でさ、あのやってたことがあるわけね。で、やっぱでもなんか違うんだよね。見てると。 なんかすごいあのー、盛り上がったっぽいんだけどさでもなんか俺はそんなに好きじゃなかったね橋本慎也とあの小川直也の戦いはそうあの負けたら引退スペシャルっていうやつ、ね、でで結果なんかその橋本慎也が負けて引退に追い込まれたんだけどさでもなんか見応え全然なかっただからプロレスとかってさあのー、技と技の勝負じゃんね 技と技の勝負、プロレス技っていう、なんか、なんだろう。あの、投げ技とかがあっての、やっぱプロレスだと思うからさ。だ一異種総合格闘技とかは、あんまり好きになれないんだよね。え最高だったのは、新日と g u w、えー UW、f か。あー、懐かしいね。 俺、プロレスで好きだったのが、あのー、日本版の NWO と、あと、平成維新軍の戦い。それがすごく好きだった。だ蝶野天山率いる、あのー、NWO ジャパンっていう。あれなんか、アメリカンプロレスのね、まあ、WWE の NWO っていう、まあ、ヒール団体、まあ、ヒール組織のね、パクリだったんだけど、あと、スコット・スタイナーとか入ったかな。で、平成維新軍には橋本真也とか入ったんだよ。 あの戦い超好きだったあれはあれコシナカも平成維新軍だったっけあの構想とかがねでもああいうなんかそのアメリカ式のさまあなんかそのギミック混じりなプロレスってあんまり日本では受けなかったんだよな全然 あ、スティングね。アメリカ、アメリカのスティングか。アメリカンプロレスのスティングね。高校教師なのに、こう、サポートの人がいかつすぎる <laughs>。確かに。サポートの人がいかついいよね。高校教師の人。 いやー階級やっぱ違うよね、見てるとね。これいくつ階級違うんだろう。でもこれ少なくともどっかのジムでトレーニング積んでるでしょ今回出る人はさ。じゃないとこの場に出せなくないか え、階級が6個違うの。じゃ、6個違うってことは、一発にかけるしかないね。まあでもこう、一発受けてもカメダの場合、倒れないと思うけどな。まあカメダはカメダで、あれかな、ボディで攻めていくのかな、最初は。え入った、今。 でガードがね、下すぎるよ、高校の先生は。ガードもうちょっと上にしないと、当たるって。あ、スリップダウンか。今入ってなかったもんね。だこの中途半端な位置でガードしちゃうと、ボディも、あの、顔面も狙われるからね。頭も狙われるよ、両方。 これね腰引けてるしねでもなんかこう金田何なんだろうねさっきから。 なんか、なんかこう、カメダなんかさ。カメダの戦い方さ。なんかもうちょっとなんか派手にやってほしいよね。これ台本渡されてるんかな、カメダは。いや、ちょっとこの試合は、あの、何分持たせてください。みたいな。これ絶対これさ、あの、ホストのせいでしょ。最初の。 最初のホストが早すぎたんだよ。あんなこう軽くボディーブローをかましただけであんな倒れると思わなかったんだろうね <laughs>。多分え <laughs> カメラ遊んでるのかな、やっぱり。まあ遊んでるだろうけどね。え今何で見てるの今ね、YouTube ライブで見てる。いや、台本は多分あると思うよ。あのー。 骨組みだけはちゃんとしっかりはしてるはずだから中身に関しては分からんどこまでこう台本があるのかちょうどいい時間でこう倒すあだからまあ VTR とかあるだろうしねうんパワーの違いがあるからをスタミナ切れたところをやる作戦ああそれか でも、ジョーの時もそういう感じだったよね。スタミナ切れを、スタミナ切れさせた後に、みたいな。ああ、でも先生、パンチは結構いいの入ってんね。見た感じ。<laughs> 見た感じ、なんかいいね。パンチ入ってる、なんか。でも、 あのー、ちょっと腰が引けてるからあんまりなんかね力入んないんだあれじゃんあれちゃんとこう体重移動させてやるといいパンチになるもっと台本とかマジでありそうだよねいやー台本なーどうなんだろうね いや、でもなんかさ、あのー、でもさ、見たか、見た感じさ、あの、こう、ちょっときつく、ああ、よろけた。これはちょっと足がふらつい、ああ。足がふらついた。ちょっとスタミナ切れてきたかな。今のは。 ちょっとこう足がふらついてるからな大丈夫かこれはちょっともうきついねーあーカメラももうそこ狙ってラッシュかけてくるか最後うんパンチそうパンチにね体重が乗ってないからさあー TKO か。ま、あこれ以上続けたらやばいからね。もうカメラ余裕そうだな見てると。カメラもうなんかね、余裕だね。全然。見た感じさ。いやー一矢いやーもうね、総長に一矢報いてほしいね。 てか、なんでそのさ、カメダさ、ヘッドギアつけてんのやっぱ相手がこう素人だから、変なところにこうパンチが当たらないようにするためなのかな変なところにこうパンチが当たっても大丈夫なようにやってるんかなそれは。ま、あ素人とプロだからね、何があるかわかんないし。 なんでこう素人グローブがでかいのああ、素人バッティング防止なんだ。ああ、それか、やっぱり。<laughs> これさ、あの、総長の時だけさ、総合格闘技になったら面白いよね。<laughs> もうあの、ボクシングルールも無用の総合格闘技に急になってさ。<laughs> いきなりなんか開始早々に、あの、飛び膝蹴りみたいな。 ダッシュ飛び膝蹴りみたいなさ。<laughs> 超見てぇわ。で、あの、その後に、倒れた後に急に、あの、関節技とかさ。<laughs> あれみたいな。俺、馬乗りになったぞ、みたいなさ。超見てぇわ。俺 <laughs> <laughs> 急に試合変わったみたいな。 俺、ちょっとそっちの方を期待してるんだよさ、ワンチャン。いや、だから開始早々、ダッシュ飛び膝蹴りからのマウント取って、みたいな。そう。やってほしいな。ちょっと。<laughs> いや、楽しみだね。そうなったら。 えにグランドマンジュがダメとか決めてほしい <laughs>。いきなりね、あの、ロメドロメドスペシャルは総合格闘技でやっちゃダメなんじゃない多分。どうなんだろうね。ロメロスペシャルは確かプロレスじゃないあれは。もう総合格闘技でロメロスペシャルは見たことないからな。でも、あの、総合格闘技だったらたまにあるんだよね。 もうカーンってゴングが鳴った時にダッシュ飛び膝蹴りみたいな。で、相手が倒れたところにマウント取って、もう殴るみたいな。で、それで KO を狙うとかさ、あるんだよ。主権さんどうもいらっしゃい。仲良くしてください、どうも。いや、でも今んところあれかな。まあ、でもやっぱジョーが一番なんか、 ね、奮戦したって感じだねうんみずにゃんこんばんはどうもいらっしゃいアベマは止まったらしいけど YouTube ライブの方ではまだ頑張ってやってますよあとも初見さんいらっしゃいどうも仲良くしてくださいどうもまあよかったらねあの Twitter フォローと、えー、チャンネル登録とあチャンネル登録とあとえー チャンネル登登登録録録とととねサポータータとあと通知登録してくださいどうもよろしくお願いします皆さん MVP とかあるのかなでもまあこのねあのたまあこの企画に出てさで亀田とまあまあまあやり合えたらさ、まあ、亀田ってか一生もんだよねこれもう一生のネタになると思わない あの俺、カメラとボクシングやったんだよねって、カメラもカメラで、こういうなアベマ TV で会ってみたいな。で、それで、あまあ、こういうやつがいてって言って、ネタにしてくれるだろうしね。うん、でもこれ、プロ出てほしいね。やっぱこれね、個人的にはね、あの5人目であの、那須川天心君出てきてほしいわ。 5人目でナスカワ天心が出てきて、あの、亀田サイドが、あの、日よって逃げるっていうの見たい。<laughs> だってナスカワ天心くんさ、だってあのー、これ応募してたんでしょで、あの、アベマ側から、あの、経験者とか、あと、プロはダメみたいな。そう。で、断られたらしいんだよ。見たいよな那ナスカワ天心。 ナス川ワ出てきたら余裕で勝つだろうなーってなす川天心はねムエタイルールでムエタイの世界チャンピオンのか倒してるからね期待はできるんじゃない相当なす川天心とあともう一人ね誰かねプロが応募してたんだよ二人確か応募してて二人とも跳ねられたんだよね確かそういう感じ こんばんばは来ましたどうもいらっしゃいボクシングルールだったらこうわからんないやでも那須川天心ボクシングルールでもこう誰か倒してたよねうんえタケルにやらしとけタケルとか現役の K 1王座なんだから無理だろ初代かタケルは えぇ、ー、総長いけると思う。いや、総長は案外、瞬殺されるかもね。俺の予想だと。ワンパンで終わりそう。で、総合格闘技とボクシングって全然違うからね。だって。総合格闘技ってさ、足使えたりとか関節技使えるけど、ボクシングの場合はこう手だけだからね。 だからこう個人的には乱闘を見たい。飛び膝膝蹴り、まあ、開幕だから飛び膝蹴りだって。やっぱり。俺が期待してるのは開幕飛び膝蹴りからのマウントを取ってって、でボコボコ。<laughs> あの山本キット戦法でやってほしいね。そう、個人的にはね。 アウトサイダー俺見たことはあるんだけどさアウトサイダーのルールってあの未だによくわかんないんだよねあれねほんとアウトサイダー意味がわかんないんだよねルールがアウトサイダーたまにさえー、みたいなこれ認められるのみたいな技ない確か <laughs> えこれありなのみたいなだからアウトサイダーってなんか基本何でもありなのかなと思っちゃうあれ見てると 水谷おかわりどうもいらっしゃい。ねえ。マサトも強かった。マサとはだって今でも現役の選手とやり合ってんじゃん。普通に。いやー、どうなるんかなー、これ。おいやー、因縁の対決らしいですよ。アベマ TV いわく。超印式でこう激突した因縁の対決って書いてあるけど、たださ、ガン飛ばし合っただけじゃん。 <laughs> 俺個人的にね総長好きなんだよでなんでかっていうとさあの何、ー、司会の人がさあのー、喧嘩負けたことあるんですかってこう聞いた時にうん喧嘩はあは、のー、負,負けたこともあるけど勝つこともあるでも喧嘩でしょ俺はボクシングだから <laughs> あれめちゃくちゃ好きだった、俺。あのなんかちょっとさ、あのー、なんだろう。<laughs> あの開しはね、面白い <laughs>。で、負けることもあるけど、勝つこともある。で、でも、喧嘩でしょ <laughs> <laughs> あのやりとりすごく好きだったね <laughs>。そこはなんかさ、あのー、負けたことないって言えばいいのに、なんであそこ正直に答えるんだろうね。あれ大好きだわー、あの総長 <laughs>。<laughs> いや、これ、あ、ガチンコグラブね。これ一回だからさ、あの、瀧原にさ、鍛えてもらって、で、その中から選んだらいいよ、みね。こう、カメダにこう。 実際だってあの、ガチンコグラブからさ、ボクサー何人か出てんじゃん。でもあの、ガチンコグラブは僕あの、ガチンコグラブってさ、あれ面白かったよな。なんか、異性がいいやつとかにさ、限ってさ、あの練習生同士の、あの <laughs>、練習生同士のさ、スパーリングであの、2発ぐらいで終わるやつとかいるんだよ。あ、初見さんいらっしゃい。どうもいらっしゃい。どうも。 ガチンコファイトクラブあれ好きだったなスパーリング2発であれだけ異性い,いやつがね終わるっていう好きだったわあれしかもあれ台本だったらしいしねうん、なんか暴露してたじゃん何期生かの人がさやばいなんかめちゃくちゃ今さ痛いんだけど腕が火に焼けて北関東最強暴走族マッドマックス 第16代増上、全身入れ墨入ってんじゃん。言うた。すごいな。全身入れ墨入ってる人ってさ、あの、股間にも入れ墨入ってるんかな。ちなみになんかその、これとある番組で見たんだけど、あの、ヤクザの中で一番根性があるって言われてる人はさ、あの、チンコのところに、あの、ハエの入れ墨を入れる人らしいよ。 だ鎮子のチンコって人間の中でもさ神経が細かく通ってるところだから結構ね入れ墨入れるの痛いんだってだからあのヤクザの中で一番根性があるって思われるらしいよそれやるとあ気祈祷か祈祷のところにハエか入れてる人いんのかなあれ股間のところに入れ墨あ赤蚊だったっけ確か あれ、かかはえかだったはず。うん。いやー、どうなるんかねー、これ。<laughs> え、なにあの、ここだけさ、え、このなんか、あの、暴走族のさ、場面だけ、なんか別番組が入ってる。<laughs> なんか、 完全にさ、あの、フォームが、こうなってんだよ、こうなんか、あの、こうなってんだけど、フォーム。<laughs> こんな感じ。え、これなんか別番組これ。<laughs> 警察密着24 <laughs> 時になってんじゃん。<laughs> これ。 なんかあのー、ラップの番組になってない。Hey、yo! みたいな,な。なんであのー、なんでさあのこういうさあのマイルドヤンキー系の人って話をするときさこういう感じでさやるんだろうね。身振り手振りするんだろうね。もう謎なんだよねいつものね。あフリースタイルダンジョンみたいなさ。 いや、これもやらされてんだろうなマジで。ねえ、このなんかさ、友達たちもさ、集められて、で、ゆうたさんマジで強いっすから、みたいな感じでやらされてんだろうね、あれ。大変だな今来ました、こんばんは、どうもいらっしゃい。 いやーこれはどうなるんかなどういうなんか展開になるか予想がつかない乱闘で終わってほしいけど個人的にえちなみにさあのこの総長ってあのアウトサイダーではさ何勝何敗なの これ。え、そこら辺なんか調べたら出てこないっけ何勝何敗かみたいな。え、今でも何 ?iPhone4 かなんか使ってんのこの人。<laughs> え、これ iPhone4 かなんかじゃね ?4S じゃないこれ。<laughs> あ、5S か。あ、5勝5敗なんだ。アウトサイダーで。 おー5勝5敗か。iPhone6? これ。5S? まあでもなんかアウトサイダーって、もうただのあの喧嘩だもんな。喧嘩番長みたいなあれだもんな。 十分でしょう。一週間あれば。<laughs> 何なのかななんかこの変な自信は。一週間あれば大丈夫っしょうみたいな。<laughs> カメラ相手に一週間でやれるわけないだろ、マジで。舐めてんだろ、カメラを。 でもこれなんかさ、パンチのフォームからさ、なんかこう、教えたらいいんじゃないちゃんと。な <laughs> んかパンチのスピードはそこそこありそうだけどさ、でもなんかフォームがなんか微妙じゃん。これ。ああ、でもなんか、まあまあいい動きはしてるよね。うん。 あ、でもなんか、いい感じ、ま、あいい感じの動きはしてるよ。この、総長。パンチ遅いあ、でもそこそこいい感じのパンチをしてたよ。うん。うわーこの特攻服いくらかかったんだろうなーね でもこれあのなんか1ラウンドで終わったら面白い <laughs> 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 これ総長まさかの1ラウンド KO みたいなさ <laughs> いやだからこの記者会見もあの調印式もこれは台本だと思う俺の層だと <laughs> 台本でこうなってるんだよ だ、睨み合ってください、みたいな。ガン飛ばし合ってください、みたいな。多分、そんな感じだと思うよ。<laughs> いやー、楽しみだねー、これは。総長曰く、カメラ孝には何のオーラも感じなかった。そりゃね、あの、カメラ孝は、 まああのー、どういう経緯で世界チャンピオンになったかってお察しだから皆さん俺は <laughs> まああのカメラさんがどういう経緯で世界チャンピオンになったかっていうのはそれはもうお察しだからねそれはねうん皆さんまあ、さあの詳しく言えないけどまあ調べたら出てきますよそれは 三男は、三男は強いね。三男はちゃんとした形でチャンピオンになったからさ。いやあ、これ同時に見れる。あー、同時に見れますよ。あの、ツイキャスの方をバックグラウンドにして、で、他の方を見たらいいと思う。うん。<laughs> で、ちゃんとした形で、あのね、三男はチャンピオンになったけど、まあ、カメラコウは、まあ、ちゃんとした形でチャンピオンになったかどうかは微妙っていうね、あの話ですよ。 <笑><笑>まあでもあれだから。あのー、ボクシングは、あのー、ね、勝者が正義だからさ。カメダシン、あ、怒るぞお。あいつはもうライセンス剥奪されたからいいんだよ。全然。うん。そう。いやー、楽しみだね。これもう、カメダコの入場シーンはいらなくないかでか。別にさ。 もうあの、暴走族の総長の入場シーンだけでいいじゃん。でか。それでいいんだよ、こっちは。さっさと試合をやってほしい。頼むから。え、台本で3ラウンドまでいく。あー、どうだろうねもう亀田余裕そうじゃん。全然3試合こなしても余裕そうじゃん。めっちゃ。 いやーあとは総長がどうなるかやね水木さんどうもいらっしゃいだからやっぱりあの4人で結託してあのカメラをあの倒すっていう計画の方が良かったんかなっていう思うんだよな個人的には <laughs> だから、総長の関係者なんかやばそうな人のばっかだな,な。<laughs> この高校の先生とさ、あの、総長の関係者のこのギャップ <laughs>。ギャップやばいだろ。<laughs> これ <laughs>、いかつすぎだろ、総長の関係者。 やばいわ、これ。伊藤、伊藤リオンかと思った。懐かしいな、伊藤リオン。<laughs> やつ、やばいって、これ。こう、前列に座ってる人たち。もう、眼光が違うもん、なんか。 前列やばいってちょっと <laughs>。ね、これ絶対これ。いや、なんかあれ、警察張り込んでんじゃないのこれ <laughs>。なんかもしかしたらさ、あの、入り口の近くにさ、警察いるんじゃないのてかもう,もうな、内定してんじゃん、警察が。ひょっとしたら。 なマッドマックス <laughs> だから実はナックルズのさあの後ろの方のページとかにさ載ってそうじゃんあの集まりよくなんか実はナックルズの後ろの方のさページにさあの暴走族たちが特攻服を着てさみんなで記念写真撮ってる写真とかがあの載ってるんだよもうそこにいそうな人たちなんだよねメンツが <laughs> そういうなんかね、感覚がやばい。ああ、これ楽しみやな<笑><笑>マッドハックス <laughs>。さあ、ね、総長と、えー、亀田光希、第4戦目でございますよ。ね、これでも、どうなるかなね さあ、これリング上がってきた仲間フルボッコリしたかっこいい,いや。乱闘とかが面白いかもね。展開としては。だ総長がカメラにボコボコにされて、あのー、セコンドが乱入して、で、あのー、前の席にいる人たちが乱入して乱闘みたいな。そういう流れにしてほしい。個人的に。 セコンド介入してほしいよねまあオチとしては最高だよカメ <laughs> <laughs> 田のところも大樹と和樹と親父がおる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 セコンドだってあのー、どっちかいたもんねいやー楽しみだわー もそう考えるとやっぱすごいね。ボクシングでさ、3分12ラウンド戦うのは、すごいんだなって思う。で、3分3ラウンドやっぱフラフラなるんだからさ。<laughs> ねえ。やっぱカメダすげえわ。そう考えると。 さあどうなるかなあま、あ早朝は3ラウンド無理でしょう。1ラウンドで下手したらやられるよ。さあどうなるか。カメラバース早朝。長、まあ。前置き長いよね。 ちょっとさあゼブラ来ましたゼブラがでも今日あのゼブラ噛んでないからね ジブラかごめんジブラかフリースタイルダンジョンも確かこの人じゃなかったっけさあ頼むぞ総長やってくれ総長やってくれ頼むぞカメラに一泡吹かしてくれ カメダにね、一泡吹かせればカメダアンチからのさ、株が上がるからね。<laughs> またかっこいいバスローブ。お、れそう。<laughs> バスローブじゃなくてこ特攻服でしょ。これだけの刺繍入れるのにいくらかかるんだろうなね いくらかかったのこの特攻服。う <laughs> ん。俺あの、つなぎにさ、ちょっとこう、刺繍入れただけで1万3000円ぐらい取られたよ。いや、そこなんか気になるんだよな。で、しかも全身入れ済みだしね。まあ、あ海水浴も行けないし、銭湯にも行けない。 お総長は銭湯行けなかったらどうすんだろう総長あと総長のね経験人数も地味に気になる何人食ったんだろう今までっていうそこ気になるんだよなえ気になんないそこ 意外と少ないのかなやっぱ早朝クラスになるとカメラ来たよー今日の今日の戦いの入れ墨率50%です <laughs> 今日、今日の試合中入れ墨率今日の試合カメラの試合相手入れ墨率50%ですホストと早朝 高いなえエディズミリツ。高いわーおぉくれぞカメラ。いや、カメラの入場シーンはもういいからさ。ね、別に。カメラの入場シーンは興味がない。 4戦目上ならワンチャンあった。いやー、でも、無理じゃない ?4 戦目上でも。カメラバの、やっぱり、あの、素人相手してたから、やっぱり。素人相手のために、ちょっとね、あのー、遊んでたからさ。なん、なんちゃって世界チャンピオンだからね。やっぱり。 だからこう、ジョーブログが仮に4戦目でも、うん。やっぱカメダには勝てないでしょう。最後のカメダは多分本気。いや、本気だったら死ぬでしょう。多分 <laughs>。だってあれだよ。あの、ボクサーのパンチ食らって普通の人だったら死ぬぜ。絶対。 それありきでやってるわけだしね。だからこう、亀田もそこは手抜くでしょ。トレーニング歴とかも全然違うんだからさ。亀田と、ね、素人では。どうなるんかな三兄弟のうち、こう、人だけがこう、セコンドについてるよね。 さあ、どうなるかなー苦戦したら、こう、本気を出す感じ。ああ、ま、だろうね。いやーどうなるか。ここでカラオケ歌ってくれ、カメラ。カメラ、ここで一曲歌ってくれ。頼むから。 で弟ちゃうんいやもうお兄ちゃんもここでやるべきでしょ <laughs> お兄ちゃんもあの試合前に一曲歌って気合入れてみたいな <laughs> やばいな <laughs> えこれ何えこのパン何これパンツは何これパンツになんかいろいろ名前書いてあるけどさこれ これスポンサーってことパンツにこれだけ入ってるってことは。え、これ挑戦者側にもスポンサー入ってんのか今回。へ、え、ぇー。えっ。塗装屋とか飛び職 どうなんだろうねさあ頼むぞー総長あーでもなんかこうセコンドはあれだねどっかのジムは入ってんだねあこれやっぱりさあれだよどっかのジムがサポートしてんだよ ちゃんとなんか演出でこう知り合いのジムとか言ってるけどでも多分どっかアベマが圧っしてやってるわうんまあじゃないと勝負にすらならんだろうしなお おーし、始まったーまだか。音消してるから全然わかんないや、ゴングの音とか。<laughs> あ、達吉のこう射程のジムが入ってんだ。おーし、始まりましたー来たねー、おー にらめっこ。い <laughs> やい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 や、総長ちょっとガードガード緩い、ガード。総長ガード緩すぎだ <laughs> ガード甘いね、総長。これはあのー、ボディ狙われるよ、ちょっと。 閉めないと。ガードは。ああ、ストファイだとあのガード下げるんだ。ねーこれ顔面狙れんなーあー、ちょっと閉めたね。ちゃんと。これ癖なのかなここまでこうガードが開くのって、総長。 ガード緩くしちゃってるけど。<laughs> なんであの素人ってさ、アッパーそんなに下がるんだろう <laughs> なんか <laughs>。アッパーとかする前にさ、とりあえずこうなんかジャブとストレートの入れ方だけしっかりしようよって感じだね。 アッパーワンチャンかワンチャン狙ってんのかでも無理だろう素人のアッパーで。そう、プロボクサーをさ、仕留めるなんて。カメダ時間稼ぎだなこれ, <laughs> これ。カメダ遊びすぎでしょちょっと。 カメラ遊びすぎでしょう <laughs> これ余裕だよね <laughs> 解説から総長好評はそうなんだへえいやーでも これはちょっとあれじゃないか、早朝。カメラが遊びすぎなのかな、やっぱり。うん、どうなんかね。これ3ラウンドで仕留めるんかな。カメラは。 これ3ラウンドかけるのカメラ。しかもそこで YouTube ライブ一回止まるし。いや、画面は見せられないよ。アベマ TV だからさ。いろいろ言われたら嫌だし。 ラウンドガールの女の子かわいいなしかもスタイルめちゃくちゃいいしいいねこれはラウンドガールいいスタイルしてるね亀田ワンパンでし留めたいあーでも最後バーンっていってたもんね <coughs> いや、やっぱラウンドはガールが可愛いと、観戦も盛り上がるじゃん。うん。さあ、2ラウンド始まる。さあ、2ラウンドどうか。両方とも全然パンチ入ってないからな。 総長ちょっとガード修正したね結構いいねうんあーでもすぐ下がるね確かに。 でも、総長なんかね、まあ、足はいいと、下半身いいと思うんだけど。ねフットワークはでも結構いい感じだと思うけどね。あー、でもこう、ガードちょっと上げて上げたね、上に。いいよ、いいよ、い,いいよ、いいよ。 いいこれはでもこれよくよく考えたの亀田有利なルールなんだよなそういえばで3ラウンドの間にこう KO されなければ KO か TKO なければさあのーまあ、亀田勝ちみたいな実質勝ちみたいな感じでしょ で、挑戦者側はさ、この3ラウンドの間にこう攻め込まなきゃいけないんだから、まあ亀田有利ではあるね。これは。これ3ラウンドのみだね。さすがにね、素人が12ラウンドとかできないでしょ。10ラウンドとか。 あー、でもうまい。いいかも。あー、いいね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 。まあ、カメラ余裕だけど。あ、いい感じで入ってる。まあ、総長盛り上げ上手だな。 アドレナリンがこう出まくってんだろうな二人ともああでもなんかいい試合してるねうんいやーなんかいい試合はしてるよ あ、これ判定がないね。うん。カメラ遊んでるんだろうけど、あー、でもなんかそのパンチの入り方だないい、あー、でもちょっと、よろけた。いいパンチの入り方してないなぁ。早朝も。 癖でこう飛び膝蹴り出たら面白い体重は乗ってると思うけどねちゃんと <laughs> いや総長わかんなちょっとな。 疲れてるな、早朝 <laughs> 動けてはいるからね、早朝バテてはいるけど。うん。バテてはいるけど、まあ。これ、ファイナルラウンドだね。3ラウンド。3分3ラウンドだから。 ここまで来たらなんか総長頑張ってほしいなでもさ、あのカメラのボクシングってなんかすごいさ変則的じゃん。なんか。だからこれ普通のあのプロボクサーとかでも倒すの結構難しいんだろうね。ましてや素人やからな だからまああグローブの大きさは違うよ <laughs> 何これ何にこれなんかコントボクシングでもやってんの煽るなお互い でも、でも、総長疲れすぎやろ。総長疲れすぎだなあ。あー、カメララッシュ。そうそう、来るかなー、カメラ。 ボデ,ィボディ入れてるからなあ,あでもいい試合するじゃん総長も総長でいやきスそうやな <laughs> さっきまでフットワーク良かったの皆な総 でパンチが入ってないもんもうパンチに力入ってないもんだ早朝で総長でカメラにボディ入れられてるしあー結構 あれかあ3ラウンド持ったかうわーえこれ判定なしだったら、あのー、1000万円もらえないんだよだからああのー、ま総、あ、長頑張ったけど0円っていう感じだね いやーいいファイトだわうん <coughs> いやいいファイトしたと思うよでもカメラ KO までしなかったからなー いやーでもいい試合いい試合だったと思うけどな個人的にはそうそうそうあのカメもさ総長のあの顔立てたしねうんやっぱ延長やらないのかな あともう一ラウンドぐらいやってほしいな、個人的には。俺もう一ラウンドぐらい見たい、俺は。いやこのラストな でも、総長めちゃくちゃいい人じゃない絶対。なんか今まででなんか一番礼儀正しかった気がするわ。うん。いや、白を柔らかくなった。白を柔らかくなったね。確かに。 あれまだやってんのかなあの練習あの寮とかで使うさあの森の先っぽにボクシンググローブをさつけてさでシャン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 ってグローブつけてこうシャン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 ってあるあのピンポン玉とかねあとねああいうのまだやってんのかな練習で。 あれこうテレビ用の演出かなと思ったらあれ結構ガチでやってるんだねあの練習法ねまあ個人的にはねまあ一番ねあのいい試合したなと思うのはやっぱ上ブログうんで2番目が総長でで3番目が高校教師で あの、4番目がですねホストうんホストはねなんで出てきたんてん <laughs> で出てきたんかな <laughs> っていうさ <laughs> そうそういう感じがしたよねあれ しかもさ、あのー、アベマ TV が落ちて、で、YouTube ライブも落ちたじゃん。で、結果として、あのー、全然さ、テレビにも映らなかったわけよ。ホスト。<laughs> ホスト誰も見てないんだよ、試合。ねえ。で、結局なんかさ、あのー、まあ、前菜というか、まあ、かませ犬みたいな感じになったじゃん。 で、ジョーが盛り上げて、高校教師は、まあでも、いい人だそうだな、みたいな。で、まあ、総長は、おぉ、盛り上げた、みたいな。そういう感じだったね。いやー、ホストかわいそうに。あの、なんか、空振りのアッパーからのボディーブローだからね。<laughs> <laughs> あれ、めちゃくちゃ面白かった。あの、アッパーミスってからの、ボーンみたいな。うわみたいな。でも、ま、ここに出れるだけですごいからね、まずね。まあ、そんな笑っていいのかわかんないけどさ。まあ、でも、亀田幸輝とこうやってね、あのー、番組でやりあえたって、企画でやりあえたってことは、一生の話のネタになるから羨ましいよな。ほんとに。うん。 そう考えるとさだからすごいなこれうん <laughs> えこの1000万円はどうなるんだろうね 俺、この1000万円。え、亀田幸樹のファイトマネーになるのかな ?1000 万円は。ギャラギャラか。亀田のものになる。やっぱり。 でも、亀田もね、あのー、まあ、ああいうなんか世界チャンピオンの、まあ、なり方をしたけどさ。でも、やっぱり、あのー、すごいよね、世界チャンピオンって。で、4試合なんだかんだでやっても、集中力ね、切らさずにやってたわけだからさ。 でこうやってあの一人一人にこう見せ場を作ってあげるわけだから一人一人にさ見せ場作ってあげてるわけだからやっぱすごいなチャンピオンだみんなすごいってことやなこれ出てきた人は。 いカメダ好きなのいやカメダはそんな好きではないけどでもやっぱりすごいと思うよちゃんとこう実績を作ってさ出てきてるわけだからうんおそりゃ負けたらボクシング界にまた黒歴史を作ることになれ <laughs> まあこれ負けたらね,ねもう世界チャンピオンかっこ笑いになっちゃうからね遊びでも負けたら 次はでもさ、あの、大器対、あの、素人でやってほしい。<laughs> 次はさ、あの、弟 VS、あの、素人でやろうよ、この番組。<laughs> 超みたい。弟 VS 素人。 弟 VS ナスカワ天心。いや、ナスカワ天心は、ファイトマネー、すごいことになるんじゃない下手したら、亀田以上じゃないいやー、でも面白い番組、見ちゃったな、今日は。うん。亀田とコラボして、亀田がコラボしてくれるわけないだろう。ほんと。反則の連打。 いや、相当だって、那須川天心出てきたらってカメラだってガチでやらなきゃいけないからね。那須川天心と一般人したら死ぬかもな。いや、死ぬでしょ。あいつの蹴りと、あいつのキックやばいからね。ほんと。あいつのキック見たときに、あ、こいつほんとやべえと思ったもん。ねえ。すげえ音するんだよね。パーン って言ってだこんなの一般人とやらせたらダメだようんいやーもう終わったのもうね亀田 VS 素人4人は終わったよめちゃくちゃ面白かった亀田 VS ねあの4人めちゃくちゃ面白かったよ まあ、カメダもカメダもカメダもカメダで、まあ相当手は抜いてたと思うけど、でも手を抜いたカメダに対して、まあああやってね、見せ場を作った素人たちもすごいわ。やっぱり。え、ホストはね、ひどかったね。でもたまたまそのなんかホストのシーンはね、あの放送事故すぎて、 サーバー落ちてあの映らなかったんだよ。でも2戦目以降めちゃくちゃいい試合してたね。かなり見応えあったし、でこれあの見てよかったなと思う。この番組は本当に。多分録画残るから、録画残ったら多分見た方がいいと思うよ。2戦目は上ブログだった。で3戦目が高校の先生で4戦目が、 あの北関東の暴走族の総長、元総長。で、ここで、えー、あれでしょ、エキシビションマッチ。亀田 VS タケル <laughs> ね、亀田 VS こうタケルみたいね。超みたい。 気になるわそこ明日から学校明日から学校だね。 でも面白い試合を、えー、見せてもらいました。本当に見れました。面白い試合が。はいまあ、僕はあのこの試合見たことに、えー、満足して、えー、寝たいと思います。<laughs> 今日潮干狩りであのめっちゃ疲れたからさ。 まあ、よかったらあの、ツイッターフォローと、あと通知登録とサポーター登録3点セットしてください。どうもよろしくお願いします。ほんと。はい。もう、あのー、あれでしょもう、ホストはさ、ワンパンで終わりなんだから。うん。まあ、ホストはもうね、ワンパンで終わりだからいいでしょ。 もうはい待てなわけで、えー、皆さんお付き合いいただいてありがとうございましたいや今日は早く寝させて今日はあの潮干狩り行ってきたからさじゃあちょっとホスト明け見ようかちょっとホスト明け見て ホストだけ見るか。で、潮干狩りの話は、あの、明日やる。多分。<laughs> 今日の潮干狩りの写真ね、2枚ぐらいしか撮ってこなかったけど。はい。その潮干狩りの話は明日で。はい。皆さんお疲れ様でした。じゃあね。あ、動画は、あの、明日あげます。また。 じゃあね、おやすみなさい、皆さん。